どうもマックスです。今日のテーマは早稲田大学上松選手のようなバネのあるネットプレーができるようになろう、最強前衛になるためのマル秘トレーニングをやっていきます。ソフトテニスが上手い選手って動きにバネがあると思いませんか？上松選手のネットプレーとかやばいですよね。躍動感があって、もうなんか届かなそうなボールでもこうビョーンって伸びてボレーをしたり、ジャンプしてスマッシュを打ったり、しかも威力も半端ないですよね。本当に同じ人間なのかってくらい同じ前衛としてとても憧れます。上松選手のようなバネって生まれつきの才能もあるんですけど、努力して伸ばすこともできるんですよ。上松選手のようなあのバネ、躍動感の正体知りたくないですか？結論から先に言いましょう。バネの正体はアキレス腱です。少し専門用語を使うと、アキレス腱の弾性エネルギーが高まるとバネのある動きができるようになるんですよ。アキレス腱っていうのはふくらはぎの下についている腱で、ゴムのような性質があります。アキレス腱を鍛えるのに一番おすすめのトレーニングは縄跳びです。縄跳びって昔からあるトレーニングですよね。皆さんもやったことあります？二重跳びとかちゃんとできますかね？縄跳びの効果はとても絶大で、ふくらはぎやアキレス腱の筋力強化、瞬発力向上、捻挫予防、リズム感とか手と足を一緒に動かすコーディネーショントレーニングの向上、跳び続けるスタミナ、持久力の強化など他にも様々な効果があるんです。今日は縄跳びの効果を最大限に高めるマックス塾長オリジナルの4分間縄跳びヒットをやっていきます。ヒットというのはハイインテンシティインターバルトレーニング、以前にも動画で紹介したんですが、高強度の運動と休憩を繰り返す筋力と持久力を鍛えるハイブリッドなトレーニングになります。なので今回紹介する縄跳びヒットは、上松選手のようなバネ、躍動感を手に入れることもできますし、ソフトテニスに必要な持久力を同時に鍛えれる最高のトレーニングになります。この動画を見てくれてるみんなだけに特別に今日は教えたいと思います。今回のトレーニングはタイマーというサーキット用の無料アプリを使ってやっていきます。番組下概要欄に私が使っているアプリのリンクを貼っておきますので、同じのを使ってトレーニングをしたいという人はぜひダウンロードしてください。それでは4分間縄跳びヒットにチャレンジしていきましょう。レッツゴー。3、2、1、ワークアウト。3, 2, 1, 5 sets to go, workout. Three, two, one, four sets to go, workout. Three, two, one, workout. Three, two, one, workout.
3, 2, 1, 5 sets to go workout. いかがでしたか？結構中身の濃い4分間だったと思います。この4分間縄跳びヒットを3から5セット週に3、4回1ヶ月から3ヶ月ぐらい続けてみてください。続ければ続けるほど、なんか最近ジャンプ力が高くなってきたなとか、地面を蹴る力が強くなってきたなとか、こう躍動感が出てきた、伸びのあるプレーができるようになってきたなっていう風な効果を実感できると思います。頑張って続けてみてくださいね。最後に私からみんなにメッセージです。トップ選手のようなプレーってできないって思うじゃないですか。でもできないって決めつけないで、努力すればできるようになる可能性が誰にだってあるんですよ。私はトレーナーとしてどうやったらそういう風になるのか、少しでもヒントになるようなことをみんなに伝えていきたいと思っています。このチャンネルでは体の使い方やストレッチ、筋力トレーニングなどソフトテニスに関する情報をまとめて分かりやすい形で発信しています。週3回8時にアップしていますので、いち早く情報をキャッチしたいという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。またこの動画がすごく参考になったよ、また見たいなって思った、そんなあなたはいいねボタンもよろしくお願いします。ツイッターでも有益な情報を発信していますので、ぜひフォローしてくださいね。最後に一つだけ、オンライントレーニングといって、全国どこにいても私のトレーニングがマンツーマンで受けれるサービスを始めました。Zoom を使ってマンツーマンでフォームや体の使い方、筋力トレーニングを指導していきますので、ご興味のある方は番組下説明欄よりぜひご覧ください。それでは今日はこれで終わりたいと思います。また皆さん会いましょう。頑張ってくださいね。バイバイ。